はい、レオンチャンネルです。仮面ライダー電王、電王ベルト&ケータロスのコンセレカ決定おめでとうございます。いや、これは大ニュースですよね。もう喜んで飛び上がってる人も多いと思いますが、先に入電王の入電王ベルトが予約開始になって、流れ的に電王ベルトも来るんじゃないかって言われてましたけど、やっぱり来ましたね。超嬉しい。というか電王ベルトだけじゃなくって、同時にケータロスもセットでコンセレ化されますから、これは新規ボイスとかがすごそうですよね。ではその喜びフルテンションの中、とりあえずデラックス電王ベルトの音声を鳴らしましょう。ではまずは桃太郎のソードフォーム。この音いいですよね。デラックス版でも十分音量大きくて、音もクリア、発光も綺麗ですね。では非接触で変身。変身状態からライダーパスを2秒以上かざすとフルチャージ。俺の必殺技フルチャージ。続いてウラタロスのロッドフォーム。ブルーに発光して変身。僕に釣られてみる？キンタロスのアックスフォーム。変身。ダイナミックチョップ。後で言うんだ。そして、リュータロスのガンフォーム。変身！答えは聞いてない！これがデラックス版の一通りの音声ですが、ここからどんな感じにパワーアップするんですかね。ファイズとかクーガと同じで、一度はコンプリートセレクション化されてますから、それが今回コンプリートセレクションモディフィケーションになることで、どういう風に変わるかが楽しみですよね。多分コンセレ CS 版をベースにモディフィケーション的なものが追加されると思われます。横のベルトとか今見るとだいぶ軟質パーツがさっぱりしてますから、この辺もすごい造形になるんでしょうね。さらにクライマックスフォームへの変身アイテムのケータロスも電王ベルトとセット販売のようですから、もともとレジェンドライダー版で桃浦金龍のたくさんのセリフが入ってますが、そのあたりもパワーアップするんじゃないかなって思いますね。ケータロスの角パーツを収納して、電王ベルトのメッキパーツを外して、ここの爪に合わせてロック、そしてボタン側を奥に押し込んで、ここの爪でロック。そうすると角が展開しますね。あとは上から順番に桃浦金龍で押して通話ボタン。はい、クライマックスフォームに変身が完了しました。ベルトの見た目も若干変わってボリュームアップしてますね。横側、上側でしっかりと爪でロックされてて、ケータロスがハマってますし、必殺技はチャージボタンを押してから非接触。こうなりゃやけくそでクライマックスだ。このサウンドもテンション上がる。そして外してボタンを押せば
多分 CSM 化するからにはイマジンボイスの新規収録来ますよね。楽しみすぎるんだけど。ちょうど1ヶ月後の5月23日に情報解禁プラス予約開始だそうですから、現時点ではティザーサイトしか出てませんけど、とりあえず予約ページは貼っておきますので、そちらからご確認ください。以上、プレ版限定コンプリートセレクションモディフィケーション電王ベルト&ケータロスの CSM 化決定が超嬉しいっていう動画でした。